はいどうも、弱小サラの高田です。今日はですね、下手すりゃ一発退場、セドリ1ヶ月目の人が絶対にやってはいけないことというテーマでお話ししていこうと思います。っていうのもですね、様々なセドリの動画とか YouTube とかを見ていって、自分もセドリ始めてみようかなっていう風に、ね、思われてる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。で、そんな人の中で一歩踏み出したはいいものの、その一歩踏み出した先が絶対に踏み入れてはいけない一歩だったっていうことがですね、結構あるんですね。特にこれからね、セドリ始める人ってあんまりね、 Amazon のルールとかセドリにおけるルールとか、そういうのわからないこと多いじゃないですか。せっかく副業でちょっと勇気を出して覚悟決めて、よしやっていくぞっていう風になったのに、もう大赤字が続いたりとか、 Amazon のアカウントが吹き飛んだりしたら最悪ですよね。だから皆さんにはそうなってほしくないので、今回の動画でセドリ始めたての人が注意すべきことっていうのをですね、解説していきたいなと思っております。だからぜひ最後まで見ていただいて、 Amazon セドリっていうのを健全に安全に進めていっていただけたらと思います。それではちょっと本題の方入っていきましょう。はい、というわけで、セドリ1ヶ月目の人が絶対にやってはいけないこと、まず一つ目は高単価商品の仕入れになってきます。高単価っていうと、いわゆる高い商品ですね。一商品が3万円とか4万円とか、それくらいする商品っていうものは最初は避けた方がいいです。やっぱりですね、セドリ始めたての頃って仕入れ判断っていうのがなかなかできないと思うんですね。実際この商品が売れるのか売れないのかっていうのが判別できないと思うんですよ。で、そんな時に高単価な商品を取り扱ってしまうと、もし一商品3万円の、商品を仕入れたとして、これがもし売れない商品を買ってしまっていたら、この3万円がドブに捨てたのと同じなんですよ。だから最初は仕入れ判断があまりね、上手にできない時は、もう一商品ですね、1000円2000円とか、これくらいの商品を扱っていくっていうのがですね、僕はおすすめかなと思っております。あとは Amazon っていうのは、たまになんですけど返品っていうのがあるんですよ。で、 Amazon っていうのはもうお客さん第一主義なんで、お客さんからの返品要請ってほとんど受け入れてしまうんですね。ってなったら、よし、セドリ始めるぞ、副業でちょっと稼いでいくぞ、こんな状況でですね、3万円の商品仕入れて6000円くらい利益出たっていう風に思ってたら、中身開封されて返品が来て、もうその商品は新品として売れませんみたいな風になったら、その商品仕入れ代金そのものがね、全部マイナスになってしまったりっていうこともありますので、最初にそういうトラブルを受けてしまったら、セドリのやる気自体そがれてしまいますよね。それだと非常にもったいないので、まずはそんな高い商品じゃなくて数千円くらいの商品を扱っていくようにしましょう。では次、セドリ1ヶ月目の人が絶対にやってはいけないこと、二つ目は無在庫転売になってきます。で、これですね、結構ね、やってる人多いんですけども、要するに普通のセドリっていうのは商品を実際購入して手元に在庫がある状態で商品を売っていくっていうのが普通のセドリなんですね。で、この無在庫転売っていうのは、商品を買わずに先に売り出す、で、商品を先に売ってから後で商品を買っていくっていうですね、この売り買いの順番が逆なんですね。で、これね、無在庫転売の何がいいかっていうと、キャッシュフローがめちゃくちゃ優れてるんですね。売れてから後で商品を用意するので、基本的に赤字になるとかマイナスになるとか、商品が売れないとか、こういうことがないんですね。なので、よくですね、セドリ初心者さんの方は最初はリスクがない方がいいから無在庫転売から始めていこうっていう人結構いるんですけども、この無在庫転売、Amazon 上でやるとアカウント停止になります。っていうのも、Amazon の規約上で在庫がない商品は扱ってはいけないっていう風に定められてるんですね。でも、そんな無在庫かどうかって Amazon 分からなくないっていうね、疑問あると思うんですけど、 Amazon 自体はそれが無在庫なのかどうかっていうのは判別することができないんですよ。なんですけども、無在庫転売をですね、ずっと続けていくと、こういう事態が起こるんですよ。商品を無在庫で出品していて、この商品売れた、よし後で商品用意するぞっていう風に思ったら、もうどこにも売ってないみたいな、もうその商品を仕入れることができないみたいな、ってなったらどうなるかっていうと、商品をキャンセルするしかないですよね。在庫欠品っていうのでキャンセルすることになります。で、これが何度も続いていくと、 Amazon のアカウントパフォーマンスっていうのが下がって、アカウントが永久閉鎖という形になってしまうわけなんですね。で、本当に無在庫転売やっていて Amazon のアカウントが停止してしまったっていう人、めちゃめちゃ多く聞きますので、本当ね、この無在庫転売簡単そうとかね、低リスクっていうのにですね、釣られてね、やってしまう人ね、結構いるんですけども、 Amazon のアカウントが潰れてしまったら、セドリをやっていくの結構難しくなってしまうので、だから基本的には Amazon の規約にのっとって、健全に Amazon のアカウントっていうのは運用していくようにしましょう。だからね、そういうね、初心者さんにつけいる甘い話っていうのはですね、近寄らないようにしていただけたらなと思います。
では次、背取り1ヶ月目の人が絶対にやってはいけないこと。3つ目はですね、未使用品の出品になってきます。結構ですね、ブックオフとかハードオフとか中古の販売店に行ったら未使用品っていうのが売ってたりするんですよ。未使用品、これはですね、一度誰かの手には渡ったけど、その人はその商品を使わずに開封もせずに中古ショップに買い取りに出したみたいな、そういう商品なんですね。だから一見ですね、未使用品なんで新品で売れるんじゃねっていう風に思っちゃうんですよね。でしかもそうですね、中古のショップで売られてる未使用品ってめちゃくちゃ格安で売られてたりするので、その商品をアマゾン上で新品出品したらめちゃくちゃ利益出たりするんですよ。でもこのですね、未使用品っていうのは基本的にアマゾン上で出品 NG という形になってます。なんでかっていうと、新品の定義っていうのは基本的に誰の手にも渡っていない状態で未使用未開封品っていう形なんですね。中古ショップに並んでる未使用品っていうのは一回誰かの手に渡っているので、それはアマゾンとして認められないという形なんですね。でもそんな未使用品とかバレなくねっていうふうに思うかもしれないんですけども、アマゾンからの真贋調査でバレるんですよ。アマゾンからの真贋調査っていうのは、その商品本物なのかみたいな感じでアマゾンから調査が入ることがあるんですね。でその時に、この商品は本物だよ、こういう正規のお店で仕入れたんだよっていう形で証明書を提出しないといけないんですよ。でその証明書っていうのは基本的に領収書または商品のレシートでですね、証明することができるんですけども、でも中古ショップのレシートだと基本的に通らないんですよ。アマゾンからしたら、いやそれ中古ショップから仕入れてるじゃないか、誰かの手に一旦渡ってるじゃないかっていう話になるわけですね。その結果、真贋調査が通らずに売上金とかが保留され続けてしまう、アマゾンのアカウントが復旧しないみたいなところに繋がってくるので、だからこの中古ショップとかで売っている未使用品、もちろん利益が出るんで、あ、これ仕入れたいなっていう風な気持ちに最初はなるんですけども、そういうのはですね、仕入れない、仕入れたとしても新品では出品しない、ほぼ新品で出品していくっていう形で対応していただけたらなと思います。では次、背取り1ヶ月目の人が絶対にやってはいけないこと、4つ目はですね、強引な仕入れになってきます。でこれね、本当に最初やっちゃいがちで、もう超あるあるなんですけど、強引な仕入れって一体何なのかっていうと、家電量販店とかゲオとかイオンとか普通のお店でこうやってリサーチしてると、たまにですね、やっぱ1ヶ月目でも利益商品見つかったりするんですよ。これ1個1000円くらい利益出る、お、結構美味しいなみたいな、ってなった時に、やっぱ最初ってなかなかね、利益商品見つからないので、ようやくですね、この価格差がある商品が見つかったら、その商品どうしてもですね、仕入れたくなってしまうんですよ。で実際ですね、キーパーの波形、要するに売れ筋とか見たら、まあ1ヶ月に 2,3 個くらい、あんあまり売れてないけど、まあまあ売れなくはないかなみたいな、っていう感じで仕入れてしまうみたいなパターンですね。でこれがですね、強引な仕入れっていう風に呼ぶものなんですけども、要するに実際客観的に見たらあんまり売れてなくねみたいな、それちょっと売るのに結構時間かかるんじゃないみたいな商品でも、最初はですね、せっかく見つけた利益商品なんで、なんとか理由をつけて仕入れたいっていうですね、この欲望に駆られてしまうわけなんですね。僕も最初これですね、何度も失敗してました。もうね、会社帰りで毎日ね、店舗に寄ったりしてたんですけども、ただでさえですね、僕ね、全然仕事ができなくて、もうほんとミスばっかりしてたんで、職場で邪魔者扱いされてたんですよ。そんなね、精神状態で、やっとこそですね、この背取りっていう希望を見つけて、もうなんとかこれで脱サラしたい、もうこっちに逃げたいっていう気持ちでですね、背取り始めたんで、毎日お店通ってたら、たまにですね、利益商品とね、出会うことがあるわけなんですね。そうなった時に、あ、なんとか理由をつけて仕入れたくなるんですよ。で、実際仕入れても、全然売れないみたいな、もしくはもうめちゃくちゃ値崩れして利益出なくなってしまうみたいな、もうそういうことがよくあったんですね。背取り1ヶ月目の人、そういう初心者さんの方に本当に注意してほしいのは、しっかりその商品が売れているのか、商品の値段は1ヶ月通して安定しているのか、こういうのをですね、仕入れたいっていうバイアス抜きで考えていただいて、仕入れ判断していただいた方が本当の自分の利益にはつながってくるかなと思いますので、このですね、強引な仕入れもうやっちゃいがちなんですけど、背取り1ヶ月の人はどうか注意していただけたらなと思っております。背取り1ヶ月目の人が絶対にやってはいけないことということでお話ししてきました。今回のお話のとおりとこんな感じ。いやー、やっぱりですね、僕も最初そうだったんですけど、やっぱ最初って副業で背取り始めていくと思うんですよ。で副業ってなったらですね、自分のですね、限られた時間っていうのをそういう背取りとかに当てていくので、できるならば最短ルートで歩んでいってほしいですね。でそのためにも今回お話しした内容はですね、ぜひぜひ注意していただいて、背取りをまずは副業として
して、でゆくゆくは独立して脱サラっていう道をですね歩んでいってほしいなと思っております。ちなみにですね、僕の今の公式 LINE では6日間のセドリの無料の特別講座ということで、副業でセドリをやっていく上でもやっぱりまずはセドリの基礎基本っていうのを押さえていかないといけないですよね。でそのですね、セドリで稼いでいくための基礎基本である商品知識のお話であったりとか、店舗リストのお話であったりとか、情報収集のお話っていうのをくまなく6日間かけて講義していっておりますので、ぜひですね公式 LINE 登録していただいて受講いただけたらなと思っております。でそれとは別に、今公式 LINE ではゼロから学べる店舗セドリの完全攻略マニュアルっていうのも無料で配布していっておりますので、これからセドリ始めていく人、ちょっとセドリ始めている人は、まずは店舗セドリとは何たるかっていうところから学んでいくためにも、このですねマニュアルをお受け取りいただけたらと思っております。というわけで、こんな形でこれからもまずは副業としてセドリを始めていって、ゆくゆくは会社員を独立して自由な道を歩んでいってやるぜっていう方に向けたセドリの動画っていうのをこれからも発信していこうと思ってますので、ぜひセドリについて勉強したいとか深く理解したいっていう方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらと思っております。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。ここまで動画を見ているあなたに特別なお知らせがあります。今僕の公式 LINE では6日間のセドリの無料特別講座を実施しています。 YouTube のセドリの動画を見てても一向に前に進まない、繰り返し繰り返し動画を見ていてもなかなか一歩踏み出すことができない、そんな方に向けて僕が教えているセドリのスクールの内容を一部切り取って、超実践的な内容を超具体的にあなたに無料でお伝えしています。そんな僕のセドリの全てを入れ込んだ無料講座の参加方法は、この動画の概要欄に僕の公式 LINE を貼っておりますので、そこから友達追加していただくとすぐに受講していきます。ちなみにもうすでに登録済みの方は無料の特別講座とメッセージいただけたら受講していきます。そして6日間しっかり受講していただいた方にはセドリの商品リサーチの全てが網羅的に載っているセドリの商品リサーチ図鑑っていうのもプレゼントしています。ちなみにこの講座は定員が埋まり次第終了となりますので、受講したい方はお早めに参加いただけたらなと思います。 YouTube では話せないような濃い内容となっておりますので、ぜひ参加いただいて、セドリで自力で稼ぐ力というのをつけて、時間やお金に縛られないような人生っていうのを手にしていきましょう。それではあなたのご参加をお待ちしております。それではさよなら。